韓国から指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。ロシアとね、ウクライナ、そう簡単にはなかなか停戦合意なんてなんないですよね。戦争が、どこまで続くかね、早く収まってほしいですよ。でもこれで明らかになったことは、ロシアがウクライナとの戦いで消耗している。でもしぶといですよ。まず石油持ってるからね。持てる国と持てない国、日本は持ってません。アメリカ、それからロシアで、中国ももう輸入しなきゃやっていけないよね。やっぱりアメリカとロシアは産油国ですから、これは強いですよ。でね、ロシアこう言っちゃなんだけどね、ロシアの人、配給慣れてるしね、もともと共産国だし、消耗したのは間違いない。だってミサイルどのぐらいだったんだっけ、千何百発撃ってんでしょ。金額からして古いミサイルと戦車も何百両もって言うけど、あれ古い戦車使ってんだよね。それでもね、消耗してるのは間違いない。戦費も使ってね、それでも引かざるを得ない、ところでしょう。でね、ウクライナの方だって、周りが応援するっつっても、こう言っちゃなんだけど、欧米諸国、日本以外の G7 はしたたかだから、日本2200億も出してね、今度小池さんなんか都営住宅700戸って言うけど、都営住宅日本人のために使えっつんだよ。残高証明ちゃんと見せてもらった方がいいよ。お金持ってる人からちゃんと取るね。欧米そうしてっから。それは別の話としてね、このロシアが消耗するっていうのは確か、その後アメリカは次は何やるか、このロシア叩きが終わって、今全世界ロシア叩きでしょ。この後何やるか。はい、中国叩きを始めるというより戻ります。中国叩きで何で戦う。ロシアは軍だ、軍ね。中国というのはそう簡単に軍隊動かしません。なぜかというと、弱っちいんだ結構ね。それにしたたかだから、戦うのは下の下、下の下ですよ、ね。例えばね、上中ね、下と策があったら、ここの下、実際戦うなんつうのは下の下策だよと、そういうふうに、彼らはしたたかに思ってます。ロシアはいつでも力でいくんだね。これが、民族性の違いっていうのかな。中国の人は人口侵略、ロシアは武力で侵略っていうね。で、米国は何でやるか。米国っていうのは他国を侵略するときに経済でするんです。ロシアは軍、中国は人ね、軍、人、米国は金融、経済でいきます。中国を経済で叩く。不動産屋にしてもさ、実際破綻したら多分破綻してんだけど、とはいえ英国と米国が国際社会の中でルールですよ、ルールね。で、ドルね、ドル、ドルが、映るか、ここまであるんだね、顔映んなくなっちゃう。ドルが基軸通貨である。で、ルール作りは全部英米がやってるんですよ。これはね、やっぱりアングロサクソンが長けてんだね、ルールを作るのね。日本人にはできないの。だからそれに挑戦してるのが中国でしょ。デジタル人民元、東南アジアでも増えてきますよ。これASEAN諸国の中にデジタル人民元の取引が増えてきます。そうすると中国の銀行、
潰れるとこ出てきます。アメリカも引き締めるしね、今回ロシアやったみたいに、ロシアなんかまあごいちゃんなんだけど、ブツブツ交換していきゃ生きていける世界かもしれないけど、中国はそうはいかない。でアメリカのこの金融覇権に挑戦しようというね、野心が見え見えだから、そうすると、どういうことかというと、自分とこで決済できるように中国の銀行をぶっ潰してもね、ぶっ潰してもこういうふうにして、従う ASEAN 諸国、また、米国との対立してるね、まあイランだとか結構あるのよ、まあ、北朝鮮とかだけじゃなくてね、結構あるんだ。そういうところを巻き込んで、デジタル人民元決済をしていく、もう銀行なんか使わないよと、ね、英米のルールに従わねえよと。でアメリカは冗談じゃねえとね、香港でいいようにやりやがってと、英国はカンカンだと、ね、じゃあ銀行決済使わねえのかと思い知らしてやろうということでやってきますよ、中国の、大きな企業をぶっ倒してね、その関連の会社もぶっ倒して、まあ、あのウクライナとのロシアのが、落ち着けばこういう動きも出てくるでしょう。その時だ、その時に日本どうする。日本はここで海洋諸国なんですね、海洋勢力で、韓国は大陸なんです。顔が映るかな。日本は海洋勢力なんですよ、韓国は大陸勢力なんです。ここで分かれます。韓国はなんだかんだと言って中国寄りに今行ってる、平成17年ぐらいからシフトした。で、アメリカが一生懸命こうやってリール巻こうとして、日本やれと、韓国引き戻せと、お前が犠牲になれと、で一生懸命やるんだけれども、韓国は、やっぱりね、大陸勢力中国に引っ張られていますからね、間違いなく韓国がなくなる予兆としては、やっぱり在韓米軍がどこまで撤退するか、完全撤退したらなくなりますよ。まあその前に日本はこっちへつくしかないのよ。もし英米負けたら日本は最前線で中国にしっぺ返し食らうから、しっぺ返し、これはね間違いなく痛い目に遭いますよ。だからこれは負けるわけがない、戦いっていうのは勝たなきゃいけないんだね。特に国と国の戦いは負けは許されない。大東亜戦争でコリゴリ、朝鮮半島に進出してコリゴリ、シナ大陸もコリゴリ、ね、それ忘れちゃいけない。でも日本は海洋勢力同士、こちらの英米で、日本が金融の、ね、ルールを使うなんて無理だから、はっきり言ってこれは無理なんです。だからこういうことをね、しっかりと、自分たちで認識して、現状認識して、じゃあ日本は何やるんだと、ものづくりですよ、実体経済、金融じゃない実体経済をしっかりとね、日本じゃなきゃできないようなものづくりをしっかりとしていく、これが、日本が生き残るね、生き残るための、戦略ですよ。実体経済しっかり守る。だってロシアも実体経済、韓国も実体経済だよ。韓国の銀行なんてはっきり言って大したもないでしょ、だけど日本もうぬぼれちゃいけないね、この米中の戦いでは海洋勢力側に組みして、そして必ず勝利を得るようにする。なかなかロシアが終わったら今度はアメリカ、こっちの戦いもあるから、その中で韓国のようにうまく渡って、そして韓国のように中国の方にシフトしてっていうのは日本は許されません。米中に挟み撃ちに遭います。ここはねしっかりと戦略を固めていく必要があるんですけど、岸田首相、小池都知事ダメだ、あれじゃ